ご飯ください。こんにちは、法輪では橋です。そう、今日はですね、武蔵小山商店街にやってきました。商店街を目指してね、いろんな商店街も食べ尽くしているところでございますけれども、そういえばまだ武蔵小山上げてなかったなと思ってね、このアーケード街、約800メートルにもね及ぶ東京一長いアーケード商店街と言われるこの武蔵小山、やっとね東京のラスボス商店街的な存在がやってきました。ちなみに小ネタなんですけれども、今日よしここで食べ歩くぞと思ってさっきベンチに座ったら声かけられまして、あ、知ってくれてる人なのかなっていうふうに思ったんですけど、報道ステーションなんですが台風の影響で予定の変更とかありますかって言われて、あ、いや、ないですよ。あ、そうなんですね、わかりました予定変更しますって言えば、あの報道ステーション出てたかもしれないそんな橋ですけれども、今日も皆さんついてきて。ほら、もうずっと先までねアーケード続いてるよ。さすがね 800m 長いね。なんかこのね、夏場でもこれアーケードあるからね、日差し余計になって快適です。あ、ちょっと見て、ほら何これ、食べ歩きショートケーキだって。季節外れのサンタさんっぽい感じだけどいいね、かわいいね。ちょっとこれ食べてみようか。というわけでゲット。かわいらしいね、このひげが生えたサンタさん風のイラスト描かれてますけど、ほら、カステラクリームいちご、そしてこれはいちごジャムっぽい感じかな。いいね、開けてみましょう。パッカーン、オープン。おー、かわいいね。でもさ、このサンタさんの頭を食べていくってちょっとシュールだねサンタさんごめんあ、サンタさん大変、頭が全部外れちゃったいやそんなことやってるわけじゃないですよ。ほら、カステラ生地に生クリーム、いただきます。いいね、昔ながらのショートケーキ、王道のショートケーキの美味しさだね。結構クリームが濃厚だから、このカステラのスポンジ生地と合わせた時にちょうどいいバランスになる。さらにイチゴです。ちょっとね、イチゴは酸味が強い感じ、冬になればね、もっと甘みが増すかな。意外とショートケーキボリュームありましたうわ、ちょっと見て、ほらお魚屋さんがある。魚菓子、赤菓子商店。はい、どうぞ。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。いろいろね、魚と美味しそうだよね。じゃあ、ハッシーは何を選んだんでしょうか。正解はこちら、ブリちょっと見てよこれ、オープン。ほら、この脂の乗り方すごい美味しそうじゃない。ブリはね、結構冬の寒ブリのイメージ強いかもしれないけど、養殖物はね、結構夏に旬を迎えるものもあったりするので、きっとこれ養殖だね。じゃあ、この脂の乗ったブリ刺しに醤油をかけていきます。えい、ほら光り輝いてるいいね、美味しそう。このブリの身、見るからにブリンブリンしてるよね。いただきます。ご飯ください。これは脂乗ってますよ。美味しいね、しっかりとしたね、この身の弾力感。ちょっとね、冬に比べたらさっぱりとしてる、脂乗ってるんだけど、その脂の乗り方がちょっとさっぱりしてるような感じはあるけど、美味しいわ。特にあの身の部分と、ちょっとこの皮に近いところ、血合いの部分、このね、境目の食感の変化もね、たまんないね。身の部分はね、こう滑らかさ、
そして皮に近い血合いの部分はちょっとコリッとした食感で、皮に近いだけにちょっと旨味もよりね力強く感じられる。うん、さらに途中からはもう2枚。ブリなだけに、え、ブリシャス。なんかこっちにもまた魚屋さんあるね。アルタカ水産。店内で食べていいというルールらしいのでね、じゃあちょっと早速いただきます。すごい3種類あって、これが岩牡蠣だね、夏の時期の岩牡蠣、そしてこちら真牡蠣で、徳島うちの海の岩牡蠣、そして兵庫県相生、ちょっと小ぶりだけれども、そして、岩手県陸前高田の真牡蠣ということですね。まずは徳島鳴門うちの海の、すごい、もう見るからにプリプリだね。うん、ジュルンとしてね、歯を入れるとシュッとこうね、巻きエキスが一気に入ってくる。あー、濃厚、美味しいわ。やっぱりね、岩牡蠣はね、結構ね、濃厚さ、クリーミーさ、楽しめるよね。うん、美味しい。さらにこのね、兵庫県相生の、すごい爽やか。海のね、この磯の香りがふわっとこう鼻抜けていくね。結構小ぶりだけど、その分すごい旨味が凝縮してる。美味しい。さらにラストはこちらの岩手県陸前高田。うわ、これまた大きいね。実はね、僕あの陸前高田の牡蠣の養殖場見学行ったことあったんですよ。その時ね、すごいその美味しさ感動したんだけど。いっぱいに牡蠣ワールドが広がる。濃厚さと爽やかさ、でこの絶妙なバランスだね。ちょっとね、あの元々の塩気が強いことはあるんだけど、これはお酒楽しみだね。陸前高田のこの夏の時期のね、牡蠣も美味しかったんだけど、春先に雪だけ牡蠣っていうのが陸前高田出てきて、それがね、もう結構大ぶりで濃厚でめちゃめちゃ美味しいから、また春に食べてみます。皆さん、ホリエベーカリーいいね、店頭にもいろいろ手作りっぽいのかな、すごい美味しそう、いいね、手作り感が。というわけで、ハッシーが買ったのは、じゃーん、こちらガルボっていう名前のパン、ちょっと見たことないよね。パンにこのぶっといこうハム、厚切りのハム乗せて、玉ねぎとチーズ、いいね。このお肉感満載なパン、いいね。ガルボパン、どうやって食べるのが正解なんだろう。じゃあこのままかぶりついちゃいます。うん、おいしい。このハムの肉肉さ、たまんないね。そういえば今日お肉食べてなかった。うん、このね、ハムの旨味がちゃんとしっかり乗ってるんだけど、そこにあのシャキシャキな玉ねぎ、それが清涼感与え、さらにチーズもそうなんだけど、マヨネーズでも楽しいじゃないですか。ピンときた皆さん、ハッシーが一番好きなたい焼きはハムマヨ。ハムマヨの組み合わせはもう絶対なんですよ。ちょっとね、食べかけて申し訳ないけど、こう断面的にはこうなってて、分かるでしょ、この下のパン生地と同じぐらいの厚さのね、ハムが乗ってる、たまんないね。そしてパン屋さんの周りに焼き鳥のね、鳥湯さんね、来てみたかったのよ。で、
構ね、この武蔵小山商店街代表するね、人気の焼き鳥店。自分で牛取って、カレーに。めちゃめちゃ美味しそう。美味しそう。というわけでゲット。いいね、楽しいね。これ自分で好きな串を選んで自分でタレにドボンさせるって最高じゃない。ほら、こちらのネギマたっぷりタレでいきましょう。肉汁だれだよ、旨味をたっぷりね、存分に腰に当たらせた肉汁だね。あれたまんないね。うん、ネギまで美味しい。続いてはレバー。うん、火入れしっかり、力強い生命力あるね。レバーの一番下に松本オーケーですか。さらにね、こちら何だと思う？じゃん。これは皮と砂肝とレバー交互に刺したミックスっていう串なの。すごい、一本でお得感あるよね。うん、油が乗ったね。皮噛めば噛むほど甘い油がね、にじみ出てきて、しかも今の一口に砂肝まで入ったの。だから皮の油とともにやっぱり砂肝のね、サクサクとした心地よい食感、これがちゃんとミックスされてる。うん、止まんない。止まらないって言いましたけど冗談じゃないです。おかわり。今度はね、ネギじゃなくてシシトウとこのね、もも肉で、さらにこちらひな丼、そしてつくね、この3本いきます。まずこのお肉オンリーのね、うん、口の中でもお肉踊りたくない。ブリンブリン。美味しいね、シシトウの香り合うな。うん、いつものね、みたらし団子感覚で、これです。うん、ふわふわで。ごちそうさま。いやー、食べました。もうやっぱり最後のね、焼き鳥、あの美味しさと共にね、やっぱこのタレにつけるっていう楽しさがあるからね、あれはおかわりしちゃいます。武蔵小山アーケード商店街ね、800m 歩いて痩せちゃいました。まあね、意外とでもなんか歩いてるっていう感覚にならなかった。いろいろね、お店もたくさん出てたしね。これはやっぱりね、商店街王を目指す者としては納得の、満足いく商店街でございました。おかげさまで僕も小山の大将ならぬ武蔵小山の大将。というわけでまた皆さん次の動画でお会いしましょう。せーの、デブはナイスデー。